チャンスをね、掴むためにはね、お金ちゃんからね、好かれる必要があるじゃないですか。もしお金が人だと思ったら、ね、お金ちゃんという人だと思ったら、あなたはその人とどんな感じですかね、関係性。ちょっとね、目を閉じてね、目の前にお金ちゃんがいると思って、人のね、どんな顔してますか？どんな雰囲気でしょうか？あなたの方をどうやって見つめてますか？で、あなたはその人をどんな風に思ってますか？ね、この感情大切ですよ。記憶しといてくださいね。そして、お金ちゃんとは話をしてますか？どんな話をしてますか？あるいは笑顔ですか？あるいはしかめっ面ですか？あるいは遠くにいますか？すごく近くにいますか？そのお金ちゃんの存在をあなたはね、どのように意識してるでしょうか？このね、お金ちゃんとの関係性がね、とっても重要なんですよね。その人その人のね、お金ちゃんに対する印象があると思うんですよね。だから通常お金ってね、紙幣とかね、そんな風に捉えてるかもしれないけれども、そのお金ちゃんがね、人だとしたらどんな風な態度でね、接してますかっていうことです。それがね、あなたがね、チャンスをつかめるかどうかの一つのポイントなんですよね。自分がチャンスがね、来た時ご機嫌でいる、お金ちゃんが寄ってきた時にまるでお金ちゃんが子供のようだと思えばいいんですね。我が子だと。そうすると我が子だったら、来たら可愛い可愛いって言ったりするじゃないですか。そうするとお金ちゃんも寄ってきやすいですよね。あるいはそのお金ちゃんを愛してあげる、そうすると寄ってきやすい。だから笑顔でいるお母さんのもとにお金ちゃんって行くじゃないですか。子供の頃ね、近所の友達を誘ってね、お家おいでよって言った時にね、お母さんがブスってした態度だったらね、ちょっと今日機嫌が悪いから向こう行こうって帰っちゃうじゃないですか、子供たちね。ところがね、お母さんがニコニコしていてね、おやつやなんか持ってきてくれたらね、ここのうち来たらね、楽しいしお菓子も出てくるから、また行こうっていう風になりますよね。まさにそういう状態なんですよ。お金ちゃんが寄ってきた時に、あなた自身がね、ご機嫌でいるっていうのはね、一つのポイントなんですよね。そうするとチャンスってつかみやすいですよね。お金ちゃんも寄ってきやすい。これ結構ね、一つの重要なポイントなんですね。あなたの目の前にはチャンスがたくさんあふれてるんですよ。一つはね、あなた自身がね、いつでもお金ちゃんをウェルカムね、来て遊びに来てもいいよっていう状態でご機嫌でいるっていうことです。次の二つ目のポイントね。これはね、お金ちゃんのね、ちょっとよーく見てほしいんですよね。例えば1万円札、福沢諭吉先生が写ってます。上半身が写ってないんですよ。ということは足がない。足がないってことはお金を連れてくる人は誰かっていうことですよね。お金だけじゃないですよ。人も連れてきてくれるかもしれない。すべてのご縁はね、人がもたらすんですね。お金ちゃんもそうだし、ご縁。ね、仕事もそうかもしれないし、人が人を紹介したりね、人がお金を連れてくるわけですね。お金ちゃんには足がないからね、誰かが運んであげなきゃいけないっていうことですね。じゃあね、あなたはね、その人を信頼していますかっていう